はい、トローチです。では前回の続きやっていきます。まず報告です。結構レベル上げました。こんな感じです。レベル9、まあこれでいけるでしょうというね、多分ねいけてほしいです。頑張ります。よいしょ。で、ここら辺は一旦無視します。よいしょ。さあリベンジ行ってきます。この人たちがハートレス？ついた。あ、あふう。うわあ。あ、あ、あ。にくい。どうもいける。どうも。神だ。結構ね、慣れまして、戦闘も。ほら。よし、ここなんだね。多分いけると思う。多分。だから、どうしよう。で、ここは回避。で、一旦回避。あ、いた。おっしゃー、いったか。一個いった。いた。結構いってんのじゃあこれ。あれ、ここいった。シャンプー。あ、来た。行った。ヒルブレイブ探してたって俺を？彼らはキーブレードを持つ者を探していたんだ。ねえ、僕らの船でいろんな世界に行ってみようよ。リクと帰りに会えるかな。会えるさ。ほんとかい？知らない。ソラ、行ってこい。友達を探すなら、なおさらだ。スコールさん、かっこいいね。そうかな。でも、今の君は、
それで女性が出ないが、うん、怖い青、寂しい青が食べディズニーやな。どうにか僕らの顔は面白いと思った。笑顔、フジル、フジル。笑顔。変な顔それ。すごく面白いよその顔。行くよ、俺も会いに行く。ギョ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 。僕グーフィー。俺ソラ。僕たちは仲間だ。あんなガキがどでかいハートレスを倒しちまった。あいつ何者だ？あれがキーブレードの力だ。あの子供の強さではない。あの子をハートレスにしちまえば話は早いってわけだね。そういや小僧と一緒になった二人組、あれでも王の家来らしい。見たかよあの間抜け面。お前さんの顔もバレちゃいないぜ。黙れおやめ。キーブレードと選ばれし者、誰やっけこの魔女。闇の扉を切り開くか、それとも闇の深さに飲み込まれるか、どちらに転んでも利用価値はあるさ。ああれや、鏡よの魔女や。ありがとう。グミシップに乗り込むときはゲートから。はい、やった。ドッジコール、地味にいいメモにしっかり書き留めてなければな。よいしょ。すごい。はがきや。へえ。ティーダム。あ、子犬の部屋ね。さっきね、あのレベル上げの時にちょっと見ました。スコール嫌なの？スコーンさんって呼んであげよう。レオンっては可愛いとこあるよね。ケスティス先生が大好物ですね。はっ
あれは？お。あれは、あ、もう普通の窓なんや。マークかと思ったら。で？で、あと私行きたいのがからくり屋敷ですね。なんかね、さっきからくり屋敷がどうのこうのみたいな、さっきちらっと見てたんですよね。どう行くの？カラクリ屋敷って。スコールさんや。わかりやした。なんけ、パールディーパーティーやってんけ。なんけ。忘れたけど、いい家住んでますね。からくり屋敷がどう行ったっけ、さっき。こっちかな、こっちやね、多分。ドナルド来たからって何もないのか。どうしたん、グフィ。こ、わっ、あ、来た来た、よかった。あれ、グフィだけ落ちた。怪しいな。なんか秘密結社みたいな人らがいそう。お、なんかあった。たまにゃ。
か。思いつきましたよ、私。すごない。ほう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 。ドナルドダックはアヒルやから泳いでくれるやろ。よっ。あ、来た。はっ。ね、ここ。どうやって行けばいいの、あれ。入れた。なんだかこういうとこってドキドキするね。秘密の場所を思い出さない？二人で落書きしたあの洞窟覚えてない？カイリ、カイリやん。ない、やっぱりね。誰？あ、魔法使いや。マーリン。ねっけ、マーリンっていたよな、どっかで。気持ち悪いの来た。あ、すごい豪華。よし、いった、嬉しいな。あれや、ねえけ、かぼちゃの、かぼちゃの馬車。フェアリーゴッドマザーや。ビビデバビデブーよね、多分違うかな。順調やね。ちょっとここからが多分なんか探索長くなりそうなので一旦切ります。ではよいしょ。すごくよいしょ。あら、お行儀が悪い状態で切ります。ではでは、またお願いします。はい。